ハッッピーラッキーラキミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム始まりますはい皆さんこんばんは夜金曜日の夜7時になりましたハッピーラッキーミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイム始まりましたできんき今日は第135回を迎えておりますハッピーラッキーミラクルタイムでございます えー、今日は5月12日ということで、ね昨日5月11日、えー、この首都圏ね、お住まいの方、朝びっくりされましたかですかね。えー、結構大きな地震がありまして、えー、実は大仙に全く気づいてなかったんですけど、えー、なんかね、えー、ちょっとね、5月11日5、5レ11ということで、なんかね、えー、ちょっとなんか意味深な、 えね、地震だったような気もしますけどもね、えーまあ、とにかく大きな被害がなくてよかったかなと思います。でやっぱりねあのそのいろんなね、えー、今、まあ、ことが起きております。えー、まあやっぱりね地球上で、えー、大地があればですね、えー、やっぱり地面は揺れるもんですからね、えー、まああんまりですねその地震災害とかね、えー、いうことに対してまあもちろんその え備えをねするっていうのはまあもちろん大事なんでしょうけどもっとそれよりもですね自分は本当に全然ねどこに行こうが何をしようがですねえ全然大丈夫よとえいうぐらいのですねえ気持ちで言っていただきたいわけですね。でそういう気持ちになれるかどうかというのもやっぱりずっとあの大仙人がねこの鳥ヶ谷ールで皆さんお話してますけどね。 えー、自分のですねやっぱりこう自分のこののこ現実の捉え方ですよね、はい、何かこういつも恐れ抱いたり何かこういつもこうね、えー、不機嫌で、えー、自分の望むものをこうなんか得てないようなね、えー、なんか怒りだったりとかあるいは何かこうね、えー、やっぱりこういつの時代もなんかこうね、えー、お金のことでいろいろ。 苦よくよしたり悩んだりとかね、えー、苦しんだりみたいなね、えー、そんな風なですねこう生き方ってつまんないですよねはい、えー、まあやっぱりねそれはもちろん、あのー、自分自身のね、えー、その生き方生き様っていうのがですねそのままこう現実に現れてくるんだよというね、えー、そこの部分のまあ今日もお話なんですけどやっぱりこうなかなかこうね、えー、私たちが今こう 経験していることっていうのはですね、えー、なかなかそのね前に前に急激には、えー、進んでいかないようなね、えー、そういうまあ今あ気分をですね抱えていらっしゃる方も多いんじゃないかと思うんですね。でそれは大仙人はですねいやもちろんそれすごくね、えー、おっしゃってることは分かるんですけど私自身はですね違う捉え方をしてまして。 まさに面白いぞと。ね。時間がかかってる。ね。まあ、毎度毎度後半の部分でお話を最近しておりますし、今日もね、お話をしますけども、DD Fintech、新しいですね、Web3.0 を進める企業がですね、これから切り開いていく世界初のですね、経済圏みたいなものもですね、 えー、お話ししますけどもやっぱりこれ現実世界の中では、えー、今日言って明日できるっていうようなことがないんですけど逆に言うとね、えー、そういうものの時間がかかるということの中にですね非常にこうなんていうんですかね楽しみがあるっていうかですねあのな何を言ってるかと言いますとですね人間ってそのついついね自分の経験した範囲で えー、想定しますよね例えば大仙人が、まあ、そういう意味では DD フィンテックが推し進める事業のですね、はい、WAC クラブという、まあ、会員制度、まあ、日本の、ね、会員さんもどんどん今増えておりましてもう8万人に到達しようとで中国側の方もですね、えー、もう100万人超えてんじゃないかというぐらいですねどん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 拡大をして,っていってますよねはいですから、あのー、何が言いたいかと言いますとその自分がこう持っている範囲っていうのがあって 例えばあこれぐらいの、ねえー、例えば投資をした時にお金を出した時に、まあ、これぐらいになってくれたらいいかななんていう,、ねえー、いうことで、まあ、皆さんこう投資をされたりすると思うんですけどね、はいえー、これからの世の中はです、ね、その思ってもいないそのその想像を超えるです、ねえー、ことが起こってくるよと、えーうん、いうことなんですよね。だから その自分の想像思ってもいない,いや思っていること以上のですね、えー、ことが起こるためのまあその時間なんだと、えー、いうことなんだと思うんですね。はい、で、えー、そういうふうに、まあ、大声人は捉えてるんですけれどもですからこう待つということもですね本当にこうワクワクしてこうやって時間が経過するにつれてですね、えー、さらにですね何か大きなですね えー、もっともっと自分が予想している以上のことがね、えー、すごい未来が待ってんじゃないかとこういう捉え方ができるんですよねはいでもちろんねこの放送をね、はい、ご覧の皆さんで、えー、大仙人ファミリーの皆さんの中でねはいそうなんですよねえー、例の投資案件のこともね、えー、もう大仙人そろそろねえー、というお話だったんじゃないんでしょうかというお話なんですけどね まあ、あねそこもですね、ですから、えー、そこはですね、今お話ししました通りですね、もっともっとこうなんかこう大きなことがね、えー、起こってくるんじゃないかと、す,すごいことがね、えー、本当に待ってんじゃないかというぐらいの気持ちでですね、えー、もう自分の心の中はですね、えー、もう気打ちしていただいていいと思うんですね。はいまあ、そういうことで,ですね、今日も前半はですね、 えー、そういう形でですね、えー、まあちょっとこうお話を今日ね何をお話しようかなと思った時にやっぱりこのね橘大慶さんの、えー「幸せ通信」シリーズですね本屋に置いてない本なんですねこれねはい、えー、本信案というですね、えー、その本屋本屋というか出版社が、えーまあ、いわゆる、まあえー、申し込み制でですね、えー、その本を、まあ、配布されているような 本なんですねあのネットでねアマゾンなんかでネットで調べますと「幸せ通信シリーズ」「立花大慶さんですね大きく尊敬する」って書いて「立花大慶さん」えー。え立花大慶さんの「幸せ通信シリーズ」の今日は第10週私って最高」っていう本をひも、えー、解いてみましたらね今日私が先ほどお話ししているようなことをやっぱり立花大慶さんがですねこの本で おおかけになっておりますのでねちょっとあの皆さんに紹介をしていきたいと思うんですね。えー、本当にね橘大輝さんあの私講演がありまして、えー、学校の先輩でもありますし、えー、それからですね、えー、なんかすごくね、えー、その私がこう「鳥越ヤずり FM」でもずっとお話ししているような内容に沿ったですね、えー、本当にそうだなっていうお話をね えー、この本に書かれているんで私は本当にあの非常に愛読させていただいておりますこの第10週の「私って最高」っていうね幸せ通信シリーズ幸せ通信シリーズね第1週から第10週まで出ておりまして一旦これが、えー、第10週ここでね一旦ね、えー、全部完結してるんですねこの本はですねいつ発行されるかというと平成28年5月29日初版ですから2 0 1年 6年になりますかね、はいえー、ちょうどですねですから今から7年前ということになりますね7年前に出た本なんですけどその第10週のですね、えー、幸せ通信シリーズの最後の、ね、シリーズの「私って最高」という中に、えー、こういう記事が、えー、こういうですね記事があります116ページ「きっと何かが起こる」はいここちょっと前半ですね私 えー、皆さんに紹介をしていきたいと思いますね。はいきっと何かが起こる、えー、平成22年ということですからもう2010年ですか、えー、今からもう13年前の話ですかね8月の、えー、座禅の会で嬉しいことがありましたと。 えー、創業期に、えー、中心メンバーで活動してくださったお仲間3名が関西から参加してくださったのです立原大賢さんねあの今福岡にお住まいですので、えー、九州で、まあ、座禅の会をされてるんでしょうね、えー、お会いした途端魂が踊るようでこの方々とは一生や二生どころではない深い深い、えー、ご縁があるのだと実感しましたともう少し年を取って再び一同に会して仕事ができたらいいなと思いましたと。 その前の回で T さんが面白い報告をしてくださったので幸せ通信の皆さんにもお伝えしておきましょうと T さんは車を買,えることにし買い替えることにしましたそれで古い車に乗って神社、えー、有名な志賀の島これねやっぱ福岡の神社ですね志賀の島の志賀海神社に行ってお祓いの申し込みをしました。 あの車ってね新車を買った時にあのご存知ですかねえ事故に遭わないようにということで、えー、お払いをしてもらうっていうのがねえ結構ありますでもこの方はね古い車持ってったって言うんですよえ。新館の方が出てこられ車を見て「あれこれは新車じゃありませんね」と不審な顔ですと。T さんは A この度車を買い替えることになりまして。 この車は廃車にするのですが。これまで散々世話になってきたので、感謝の気持ちを形にしたいと。親善でお祓いをお願いしたのですと。すると神官の方はとても感激されて。いや、新車のお祓いは毎日やっていますが。手放す車に感謝するための親善儀式というのは。これまで一度もやったことがありません。 しっかり心を込めて勤めさせていただきますと喜ばれましたそして神前で車と T さんのご家族を並べてとても丁寧な儀式をしてくださったのだそうですとまあもちろんこれ神前に神官にお願いをされてお祓いをされるわけですから、えー、玉串奉納もされているわけですよねえー、まあ5,000円とか1万円とか、えー、そういう形でですねやっぱりこうね、えー、気持ちを 込められているわけですよね、はい、それを手放す車にされたっていうねこれちょっと私も初めて、ね、こういうことをやっぱりされる方いらっしゃるんだって、えー、知りましたねそれから晴れ晴れとした気分で、えー、古い車に乗って新車のディーラー店へ出かけましたそのお店の方が、えー、この車の点検をして「T さんこの車はあなた方のために精一杯走ってくれたのですね」と言われたそうです T さんが「えそれはどういうことですか?」と尋ねますとお店の方は「この車はもう寿命ギリギリのところまで来ていてあと数十メートル走ってもエンジンストップするというギリギリの状態ですよ」と言われたそうですと「もう寿命は尽きていたんだけれどもお笑いを受けた車,車さんが感激してもうひとふん張りしてくれたようですねと」と、えー、さてそういうことがあってからのことですと。 T さんが経営する会社の調子が良くなったのですと。次々注文が入るようになって、今や大車輪で働かせていただいておりますということでした。いいお話ですねと。で、えー、もう一つのエピソードを紹介されております。梱工教祖は、梱工教っていうのがね、幕末にあのね、えー、兵庫県の方で起こった。 えー、信仰宗教ですけどね、根っ教とかね、これ根っ教ってねマヒカリ教とかねいう風にもですね、根っこマカリ教とかいうふう言いますけどね、えー、そこの教祖さんがまあおっしゃってたそうです、根っ教祖は木の切り株に腰を下ろして立ち上がった時に切り株に向かってお礼を言うような心になればおかげが受けられると言っておられました。 この T さんの例がそれを証明してくれていますねということですね。車は自分を運んでくれる大切な仲間であって物ではありません。木の切り株でも物と見るなら腰掛けて立ち上がってもそのまま行ってしまうでしょう。としかし自分を休ませてくれたありがたい身内なんだ。 という捉え方をするような心があれば「切り株さんありがとう」と感謝することになりますねとそんな人にとって世界はものの集合体ではなく仲間身内の集いなんですねと身内であれば身の内なんですから身の内である手や足があなたの思いの通りに動いてくれるように働いてくれるように 世界中の身内があなたの手足となって働いてくれるのですと。世界中があなたの味方となるのですと。車とは運ぶ働きをするものですからそんな運ぶ働きをするものに感謝して大切にしてあげれば物という形はなくなってもその精神運ぶ精神はますます盛んで。 それが T さんの味方となって T さんが望むゴールまで T さんを運んでくれるでしょうし T さんが望むもの注文をどんどん T さんのもとに運んできてくれるでしょうこの T さんのお話を聞かせていただいて私もとてもいい勉強になりました橘大慶さんねもういい勉強になりましたって書かれておりますこれからは私を運んでくださる者さんたちにしっかり感謝して いいきたいと思います前の会では「転職したいのですが」というお話,がお話をされた方もいたのですがそんな望みのある方はこの梱包教祖の「切り株の例え」をしっかり心に留めておいてください。木の切り株に腰を下ろすように今の仕事場に落ち着いてその職場でご飯をいただいてきたのですからね。 次に移ろうというのであれば、これまでの職場や仕事仲間の皆さんたちにしっかり感謝しなければなりませんね。そうであれば、おかげ、つまりこれまでよりいい仕事に就けることがあるでしょう。禅、えー、の会ではこんな質問も出ました。将来こうしたいという夢、目標がありますね。 それと今ここにいる自分という現実がありますそのどちらを大切にして生活していけばいいので,いいのでしょうかという質問がありました立花、えー、大慶さんの答えです例えば A 地点からスタートして B 地点に向かうとしますその途中を歩いているとしてその間中ずっと B に行かなきゃ B に行かねば と思い詰めて歩いていますかそんなことはないですね。歩いているときは信号に注意したり、車がやってくるのに気をつけたり、人とぶつかりそうになってよけたり、そんな今ここの現実にしっかり意識を置いて行動しなければなりませんね。そうしないで未来の方ばかりに意識が向いていたら、 事故に遭ってししままうかもしれません一旦ゴールを決めたら今度はそのゴールを忘れて今ここ今ここにあればいいんですねそれでも心さんは決してゴール地点は忘れていないのですねいつの間にか B 地点に到着してたしていたということになりますよねですから結論としては 未来に夢を抱いてしかし現実に命の重心を据えて今ここをしっかり努め上げていきましょう。ゴールへのたどり道は「運びこころさん」心さんってね皆さんがあるねこのね心のそのね未来に対する目標ここだってね思ったその心さんですよね。 ゴールへのたどり道は運び屋、その心さんが運んでくれるということで運び屋の心さんとおっしゃっています運び屋の心さんにお任せしてということになりますと今年大活躍中のソフトバンクホークスの田村選手の話ですですがこれ2016年の話になるんでしょうね今年絶好調の理由を記者に尋ねられて昨年まではバッターボックスに入っても 打たなきゃ打たなきゃという気持ちが強くてプレッシャーを感じていましたがつまり未来のゴールに意識が飛んでいってしまって今ここというバッターボックスに命の重心が定まっていなかったのですねでも今年はバッターボックスに入ったらもう何も考えずきっと何かが起こるんだと期待して どんな結果が起こるのかそれを楽しむような気持ちでおられるのが好調の原因だと思います語っておられました、えー、ここからまた橘さんのお話です別にうまく打たなくてもいいのですね決めつける必要もないのですねうまく打たなくてもボテボテの内野ゴロでヒットでもいいのだし相手がエラーしてもいいし フォアボールででもいいわけですどんな形であろうとチームの勝利に貢献できればいいその具体的な形は心さんが決めることなのでそのシナリオはこれシナリオというのはだから途中経過ですよねそのシナリオは心さんにお任せしてただワクワク期待し結果を楽しみにしておればいいのですね。 ということで、橘大家さんが最後にこういうふうにまとめられておりますえ。私なんかも未来に具体的な目標は持たなくなりました。きっと神様のお役に立てるような私にふさわしい仕事をさせてくださる。それは当然のことなんだと力まず自然に思えるのです。 その具体的な形は心さん。まあ、橘大慶さんは、かっこして神様任せって書かれておりますけど、心さん、かっこ神様任せで決めつけないのですと。つまり、途中経過をですね、あれやこれやとね、えー、人間の心で、自分の心でね、えー、あれやこれやとね、決めない方がいいんじゃないですかという話。はい。ここのところね、すごいね。 えー、大聖人が言ってることとねほとんどん同じなんですねはいえー、最後のもう一回続けますねそして「心さん」「かっこ、えー、神様任せは」は一体どんな形の役割を用意してくださるのかそれをワクワクと期待し楽しみにしているような気持ちなのですとつまり思い通りの展開 私の思いの通りの展開などというのはちっとも面白くない。最も面白いのは私の心さんが思いも及ばぬ。えこんなことありという展開こそ、えー、面白いんだと思いませんかというふうに書かれております。 ここれががきっと何かが起こるですはいですからそうなんですね。そうなんです。そうなんです。そうなんですきっと何かが起こるよっていうね。しかもそれは今読みましたようにえっこんなことまであるんですかみたいなね。ミラクルですよね。はい。えーミラクルがね。 あ、えー、っていいいんだというでここでですね大聖人はね立花大賢さんのこの「きっと何かが起こる」ちょっと解説を加えていきたいと思うんですね。はい、えー、その「きっと何かが起こる」ということはいいんですけれどもねえそんなことまであるのミラクルミラクルということをですねえー、起こすための秘訣それはねもう途中経過は立花大賢さんはねお任せでいいんですよというところなんですけどね。 はいえー、なかなか普段ね私たちというのはですね、えー、期待を持ってしまいますよねだから期待をねどうしてもですねなかなかこう手放せないみたいなね、えー、そういうふうにですね、えー、ついついです、ね、未来の方に、えー、自分の気持ちが向かってしまうということがね癖としてありますよね。はい、ですからその未来への期待というのをですねどういうふうにね 今ここに戻ってくる、まあ、方法ということなんですけどねはい今ここに戻ってくる方法というのでですね、えー、皆さんに大性にはもう一つのアドバイスをしておきたいと思いますねはいそれがですね、えー、はいそうなんです、えー、先週先々週ね、えー、この立花大賢さんの本で、えー、皆さんに紹介しましたけど「延命塾観音教まあもちろんね あのその延命熟句観音経というのはこの十句でできている「完、え、全、ー、音南無仏」余「余仏運」「余仏運」「仏法僧縁上楽画上」「長年完全音」「忘年完全音」「年々重心期」「年々風利身」というね十句、えー、でできているとっても短いお経なんですけどねはい、えー、これがですねやっぱりね抜群のですね、えー、効果これねですからもう昔からのね のの人たちの知恵なんですよねもう1,600年前から中国に伝わった、えー、ありがたいまあお経ということなんですね。はい、でもねエンメジュク観音教だけででなくてもいいんですね、えー、実はですね先ほどの橘大芸さんのですね、えー、このですねご本の中にも紹介されておりましたけども「今ここに戻る」っていうやつ皆さんね えー、お忘れになっていませんか、ね、木の切り株に座ったら、ねえー、その切り,切り株に対して、ね、ありがとうという気持ちを忘れなければおかげをいただけるっておっしゃってますよね。はい、それはあのー、ほら今、ね、現在系のところで、ね、今私は切り株に座って例えば今大勢には鳥小屋ズリのねこの FM 放送のスタ、えー こののスタジオのですす。ね、中のこのこ椅子に、えー、座っております、ね、今この椅子というのがですねあそうだこの椅子さんのおかげでですね私は今この放送をですね、えー、お送りすることができるわけですからあそっかそっかね、今ここに戻るというのは今私はこの放送をしているというこの今ここですよねでこのマイクがあるから皆さんのところに私の声が届くわけですねで、えー、この「 のね撮影用のですねこのカメラが2台あるわけですけども、アップ用と円形用のやつがあって、このカメラがあるから、もちろん私のこの姿が皆さんのところに届いているわけですよね。これを操作してくれている、ここにスタッフさんがいて、ですねえそうやってですね今この瞬間にもですね私の放送をですねモニターしながらですねえ管理していただいているわけですよ。これ全部成り立たないとね私の放送全部届かないわけです。皆さんにね。 これがだからねポイントなんですよ。今ここに戻ってくるすなわち何かというと今この瞬間というのは全て感謝の対象現在感謝ということですよね。今私が生きているというこの瞬間というのはそういう一つ一つのね、このね、たったたったね、本当にこの小さなこれ3畳ぐらいのスペースのスタジオなんですけどね、このスペースがあるからこそ私はこのスペースの中で この、ね、スペースの中でですよ、えー、毎週毎週金曜日の、えー、19時から19時50分にですねこのハッピーラッキーミラクルタイムをお届けしているわけですよこのスペースというのも一つのねこの時空間というこのね部分今ここというですね、えー、このですね現実ここがあるからこそ皆さんにお届けできているわけですよね、えー、つまりですね本当に 私たちというのはついついそういうことを忘れがちなんですけどね今今自分がいる、ね、この場所と時間そこに戻ってくるためには今自分がね全てのものであったり、ね、例えば今皆さん誰かが食事されてるとしたらね食べているものがあっておいしいと感じるからそのおいしい食事に感謝ができるわけですよねその食事が皆さんの栄養になりということでもあるわけです。 だけど物を食べてる時にね、えー、未来のことがいろいろ気になるとね明日どうしたこうしたね、えー、あれがどうなるこうなるって自分の考えがすぐに、ね、未来に行ったり過去に行ったりして食べてるということを忘れますよね食べてるということすら忘れてしまって物事考え事しながら食べてねそれは今にいないわけですよねそうすするると食べ物に対する感謝もね えー、ついつい忘れてしまうというような状況になります。はい、大抵ね大抵皆さんのいろんなね、えー、物事の立ち行きというのは心配事とかね不安事なんていうのはねその今という自分自身が生きているということの瞬間にこの戻ってきていないがためにですね自分のこの頭の中のそれは心が織りなすですね 一つのエネルギーが、えー、過去にいたり未来にいたりちああち行ったりこっち行ったりして散らばっちゃってるわけですよね。はい。ですからね、ワクワクドキドキするっていうこの一つの、ね、方法は今というこの瞬間を現在感謝ということですよね。現在感謝に振り返ってそしてね、えー、現在感謝そしてもちろんね、先ほど。 花大樹さんもおっしゃってますけどねえー、未来へのプロセスはお任せしてそして最後にもう一つ前半のね最後にもう一つポイントをお伝えしておきますとね自分の想像を超えたね素晴らしいことがえー、こんなこともありなんだっていうその未来を今今ね今受け取ってるんだと。 いうふうにすると、ほらワクワクしてきますよね。はい、ワクワクしてきます。はい、そういうふうに人間はできてます。はい。もう二つだけでいいじゃないですか。過去はいりませんよね。過去はいりません。もうね、過去はもう過ぎ去ってどこにもありませんからね、えー。過去というのは本当にどこにもありません。もうね、一切合切はね、現実という世界の中にはありませんから、あるのは現在というあなたと現在を結んでいる未来のあなた。 未来のあなたは必ず存在しています。その存在している未来のあなたに期待をしてそしてその期待は、ね、皆さんの最も、ね、想像しているものを超えるえー、そんなこともありなのっていうね何が来るかはお任せするんですよ宇宙に宇宙にお任せするんですよ、ね、だけどもだけどもポイントはそれを喜んでいる自分ね ワクワクドキドキしてそれをもう本当にね今感じたらそれが実現したということで喜んでいる自分をいっぱい感じてくださいねでそれがゴールなんですよねだからゴールですからゴールを今感じたら今臨場感を持って感情をねものすごくエネルギーを高めて喜びと 感謝のエネルギーでそれを感じたらねそれはあっという間にやってくるんですですから大丈夫ですからねはい大丈夫なんですはいえー、どんと来いということでねえー、大仙人にお任せください皆さんの願いはねね思ってること以上のものが皆さん叶ってきますんでえー、大仙人ね えー、もうね、あ、そうだ、大仙人にも全部お任せしちゃえぐらいの気持ちでも構いませんからね、はい、そうだ、それだっていうね、えー、それぐらいの気持ちでですね、いていただければいいんじゃないかと思います。はい、前半のお話はここまででございます。はい、スタッフさん、またよろしくお願いいたします。はい、えー、それではですね、リッチャン・ド・ウリッシュクラブの方の、リッチャン・ド・ウリッシュ投資塾の方ですね。 えー、今日もお話をしていきたいと思います。えー、昨日もですね、えー、11日木曜日、えー、無料セミナーですね、東京支社セミナー、えー、大仙人セミナーやらしていただきまして、えー、ご出席の皆さん、昨日ね、初めての方、えー、3名お見えになりましてですね、えー、このですね、今のですね、私の話聞いてびっくりされておりましてですね、えーっていう形なんですね、えー、大抵普通の方はですね、私の話ね、 初めてお聞きになる方はびっくりされます、ねはいまあ、それはですね、あのー、いろんなことがあるんですけど、まあ、一つはですねその世界のですねこれからのやっぱり動きというのを、えー、かいつまんでお話をして、もちろんね後半、えー、いろんな、ですねまた皆さんにとってもです、ねえー、未来の日本のね、えー、この形を作っていく DD フィンテックのね、 えー、お話をしていきますけども今日もですね、えー、すごいお話待っておりますけども、えー、なんと言ってもですねその大きな大きなパラダイムって言いますけどねその枠組みを大選人はですねまず最初にねお話をさせていただくとなぜそうなるのかということですよね、えー、単なるですねその例えばお金儲けですよとかね、えー、すごい儲かりますよっていうことではないんですよつまりそういう話を私したくないんですね そうじゃなくて、皆さんが本当にこれから新しい世の中に、ね、人類、大成人のお話に参加していただくとですね皆さんの,、えー、その人生自体がですね、新しい世界にちょうどね、えー、まさに本当にこう、なんて言うんてですかコラボしていくような形で本当にあのパラレルに、ねえー、その変化に自分自身が参加する形でですね、えー、自分自身の人生を変えていけると。 つまり世界が変わっていくような新しい、ね、価値観の世の中のものというものをしか私は皆さんには紹介しておりませんので、ねえー、そういうです、ねあの要はね、内容の部分のパラダイム枠組みをです、ね、私が最初にお話をしているわけですから、えー、皆さんはです、ね、非常に驚か,驚かれるわけです。 でこのリッチ・アンド・ベルシ投資塾もですねその枠組みの中のお話なわけなんですね、つまりこれから世界はどうなる、日本は世界はどうなるという中で、えー、投資という一つの、ね、枠組みというのを私はお話してて単に株式投資で儲けましょうという話じゃないんですよというところをね、えー、ぜひですね感じていただいて参加いただければいいんじゃないかなというふうに思っているわけなんですよね。はい ですからもちろんその株式投資で結果としてです、ねえー、いろいろと投資の成果が出るということを体験していただくのが大事ですけど私自体はやっぱりこれから、ね、起こる超ド級のです、ね、日本バブルで、ねえー、そこに向けて参加していただく一番ですね分かりやすい形それがやっぱり株式投資だろうと思いますのでね、えー、まだまだ回、あのーこの,ねえー、会の方ですね。 えー、これからですからね、えー、ようやく、ね、大仙人の予言通り、今日も日本の株上がりまして、えー、1年ぶりに3万円の高値をね、えー、超えてくるんじゃないかとい,というところぐらいまで来ましたね。はい、ですから、5月中、今月中ぐらいにはです、ね、その辺の、ねえー、ことがはっきり分かってくると、いよいよですね海外投資家もですねどん,どん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 参加してくるんです。 えーいうこことでですねこれ前もあの皆さんに紹介しましたけどこの世界一の投資家ですね、ウォーレン・バゲットさん、はいこのおじさんですね、9 5歳年3歳になるという、<laughs> え先月、日本に来られて、ね、バクシャ・ハザーウェイという世界一の投資会社のですね会長なわけですけどね、ねこの方、個人資産13兆円あるんですよね、えー、世界一の投資家であり、世界一のですね、 投資情報会社なんですよその方が今日本株なんだよってだから私の会社バークシャーハザーウェイもね日本株を買い増ししますよってわざわざ言いに来たんですよ4月にね世界一の投資情報会社の方ですからねえー、皆さんねこのニュースね、えー、もう本当にねえー、これからのですね 日本からの行方を指し示していると思いますんで見逃さないでくださいねリッチ・アンド・ウェルシーン投手の塾ですねはい、えー、参加をお待ちしておりますはい、えー、それから高次元宇宙波動研究所の方ですねはい、はいえー、目立ての波動調整セラピーでございます、えー、波動のお話を毎回、えー、昨日もですね、えー、昨日はね免疫力を上げるということでね えー、テーマでですねお話をお江戸川市セミナーさせていただきました第44回、ね、東京支社第にセミナーでした、まあ、もちろん、ね、この、ね、メタトロン波動調整セラピーで免疫力も上がるんですね、えー、波動という世界というのはですねもう本当に数字ですから、ねえー、こんなですね,、えー、そのね自分自身の体というのがですね、えー、数字という形で全部出ちゃうんだよということをですね 本当に早く体験していただければいいかなと思います。一度お受けになった方もね。定期的にね。チェックしていただくのがいいんじゃないかなと思います。はい、えー、とにかくですね。あの一刻も早く、私はね、えー、この新しい医療ね。波動医療の世界をですね。えー、取り入れてですね。あのね、ちょっとあのエンディングになっております。スパーレンショップの開店ですけども。 まあ、あの今年の夏にはですねオープンできる形になっていきますのでね、えー、このメタトロン波動調整セラピーも含めてなんですけども新しいその波動の世界をですね、えー、皆さんにお届けするつもりですんでその先駆けとしてのこのメタトロンの波動調整セラピぜひ、えー、お受けいただければいいんじゃないかなと思いますはいスタッフさんありがとうございましたはいそれでは後半の方のお話あと11分 少々でございますが今日もですね、えー、DD フィンテック、ね、私は WFC クラブ、えー、のです、ね、東京支社長としてのですね、えー、立場として、えー、今日もですね、えー、第135回ハッピーラッキーミラクルタイム、えー、新しいですね経済社会それは何がですねもたらすんでしょうということでね今日ちょっとですね最初に皆さんにですねご紹介をしたいのは3月ですねもう先々月になっちゃうんですけども えー、3月19日、副、えー、島孝彦さんがですね、えー、預言者金融セミナー第25回というのをされてまして、大勢にはこれのですね、えー、オンライン受講をしたんですね。えー、その中でですね、この副島孝彦先生がですね、えー、紹介されてた記事が、えー、非常にですね、最近になってですね、さすがもう預言者というだけのことはあるなと、えー、いうことを感じましたので、 ちょっと皆さんにね紹介をしていきたいと思います。それはですね、え実は皆さんご存知でしょうか。あのー、ソフトバンクグループのですね孫さんなんですね。はい。えー、孫さん、皆さんね日本で一番お金持ちと言われている孫さんあ。柳井さんと孫さんが一位二位かな。 えー、あのユニクロの柳井さんが1位で2位が孫さんというねソフトバンクグループ9125億円の赤字5兆68億円の投資損失だがヤフーとペイペイは伸びているって書いてますつまりペイペイって皆さんご存知ですよねもちろんねソフトバンクグループが、えー、お送りしてね、えー、開発して、えー、皆さんがね使えるようになっている、まあ、いわゆるキャッシュレス決済ですよね キャッシュレス決済の世界、えー。日本ではシェアがナンバーワンです。ペイ,ペイが五十パーが50%ね。キャッシュレス決済の中で、ソフトバンクグループのペイペイを使われている方が50%いらっしゃるわけですよね、えー。その他にもですね、d 払い、楽天ペイ a u ペイメルペイその他ってこうなってるわけですけれども、このペイペイね、副島隆彦さん、さすがでございます。ペイペイね、この裏に中国政府。 デジタル人民元があるがいるって書かれて発表されておりますソフトバンクが保有するアリババ株17兆円25%保有は幽霊株って書いてます AARM4 兆円をナスダックに上場するこれどういうことかと言いますとねアリババというのはこれね私何回もこの放送で言いましたけどね d d f i ンテックというですね、私、東京支社でね、その協力企業として参加させている企業が、中国のファーレンという国営企業とタイアップしております。ファーレンというのは世界最大の企業グループと言ってもいいですね。アリバーがもう実はそのファーレンの子会社になってしまってるわけです。ですから、孫さんは、あ、孫さんじゃない、ごめんなさい、副島さんはですね、そのことを指摘されてるわけです。 もう、孫さんが持っている、ソフトバンクが持っているアリバカは幽霊だって、ね。わ <laughs> かりますね。えー、要するに、自分の、ね、自由にできないという書かれてるわけです。えー、それはどういうことかというと、ペ a ペ p の裏に中国政府、中国政府ってこれですよ中国、ファーレンのことと言ってもいいわけですよね。そのファーレン、中国政府とつながっているのが DDE フィンテックですから、 d d f テックって何よって言うのもういいでしょうもうね <laughs> あの。事実として、ね、5月21日、これもあの完全に公示されましたんで、香港の ZT、ねえー、z d グローパルっていうね、香港の取引所に上場することが決定しております。<laughs> ワールドフレンドシップキャッシュ、WFCA ですね。ですから、実際にもうね、 完全に仮想通貨としてのですね正式な、ね、取引が5月21日から香港でスタートします、えー、ただ日本のね会員の皆さんもう少々お待ちくださいね日本の皆さんは、えー、その上場で買えるよりもですね、えー、パーレンショップという今日本で90店舗近く展開されているところで、えー、DD フィンテックが皆さんのコインを、えー、その時の で海外上場された例えば ZT で30万円で維持して上場するって言ってますから30万円と1コイン30万円の値段をつけたらねその時価で買い戻ししますっておっしゃってますねですからその売りもあの売り急ぐ必要ないしですし皆さんは、ね、ZT の次に、えー、日本の方で、えー、まあ世界最大の取引所はですね、えー、まあ アメリカのですね、えー、その方にあるわけですけども、えー、なんといってもやっぱり日本のね、えー、ところおこれは、まあ、はっきり言も発表されております提携、えー、企業がね、はいえー、その提携企業とですね、えー、近々に日本の方でもですね上場していくんですけどコイン自体を <laughs> DD フィンテックが皆さんのねコイン自体を、えー、実際にですね時価で買い取っていくと、まあ、ちょっと2割ほどね手数料を取るとおっしゃってますけどね はい、で、まあ、それはいいんです。で、皆さん、ですから別に、ね、焦る必要はないんですけども、今日大声人が皆さんに言いたいのは、このペイペイがね、実際はですね、人民元、デジタル人民元とひづくっていうことが、もう、副島孝彦さん、書かれてるわけですよ。でもう一つ、副島孝彦さん、すごいことをね、おっしゃってるのは、えー、これなんですね。はい、皆さん、このね、 この方の顔をよく見てくださいねこの方ねちょっと近づけますねアップのところねこの方ですこの方ですこの方ねはい男前のこのアメリカ人ですよピーター・ティールと言いますはいピーター・ティールといえばパランティアテクノロジー社の創業者会長でございますそして <laughs> 皆さんが心待ちにしているあのね株式会社目玉の 取締役ですよ取締役ねはい知ってますか皆さんねえー、この方がですね副島隆彦さん天才ですねえー、ビットコインはもうすぐ消滅するって発表されてたんです米投資家ティール氏、えー、ビットコインを急落前に売却2023年1月15日ねえ今年の初めにビットコインちょっとかなり下がりましたね今ちょっと値段戻しましたけどね370万ぐらいにね えー、一時期ですね、2万ドル割れ、すなわち2万あ、えー、7七80万ぐらいまで落ちたのかな、はい。その前にピーター・ティールさんは、えー、自分の持っている、えー、ピーター・ティール氏は共同で創業したベンチャーキャピタルのファウンダーズ・ファンドで、えー、暗号資産への8年の投資、ビットコインへの投資を完全に手締まいし、約18億ドル、2300億円の利益を上げましたって、すごいですね、<laughs> ピーター・ティールさんね。はい えービットコインが終わるっていうことなんですよ。なんで終わるのかっていうのはもう今日説明しません。はい。もうピンと来てくださいということなんです。人民元に裏打ちされたペイペイですよ。ペイペイがね、実はもう終わりまして、アリペイと w e c h a t ペイとつながる、はい。カミカミペイでございます。ね。えー、WCA が送る、 ペイはですね神神神神々々ペペイイ谷会長の神を取って神々ペイとい、うのを今作っておりますはいこれもですね、夏前にリリースされると思いますんで、全部それが中国ファーレンとのタイアップでペイペイの代わりになるんですよということ。デジタルマネーね。ですから、この50%は全部ペイペイじゃなくて、神々ペイに代わる。ね。もうすぐそういう瞬間を皆さん、えーっていうね。 瞬間迎えますからね。で、最後にもっとすごいお話し,しましょうね。これは先週もね、ちらっとお話し,しましたね。はい、えー。私の盟友である池山先生のね、駅で。えー、ですから、そういう形で今、どん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 中国でですね、ワールドフレンドシップキャッシュ、えー、このですね、PayPay ペイペイに代わるですね、カミカミ Pay に代わる、えー、デジタル人民元裏付けのね、 えー、そのペイで,で,ですけどもねそれが要するに完全なるねデジタルマネーとして機能するわけですよね皆さん別に普通にペイペイをコンビニとかねスーパーで使えるじゃないですかね扱わってるとかね だから、神々ペイ、すなわち WFCA という、ね、仮想通貨が世界中どこでもペイとして使えるようになる。もうすぐそこまで来てますよ。そのコインを今、中国100万人以上の会員で配布してまして、ものすごい勢いで今、拡大しております。やがてそれが一,一帯一路の、ね、国の方にも広がっていって、えっ ね、ビットコインは何の保証もない単なる仮想通貨じゃない、ね、暗号資産でしたけど世界初通貨として使える、ね、w c a なんですというのが知られてきますしかもそれはダイヤモンドに担保された価値のある通貨なんだということですから、ね、この価値すごいことになりますよということで先週もちらっとお話ししましたね東京支社あら、ね、拡大キャンペーンですね。 はい、大仙人の、えー、持っているコインから、ねえー、新規にお買い上げ w c a のコインをお買い上げの方、はい、10コインお買い上げの方、ね、30コインプレゼントいたします。1コイン3万円ですからね、今ねルールとしてね判布しておりますのはただ上場したら30万円でございます。します計算してくださいね。はい、30コインの方はなんと150コインプレゼントします。 50コインお上げの方ね250コインプレゼントいたしますプラスドバイ旅行をプレゼントいたしますそしてこのコインは3年持っていてください我慢してはいその時1コイン1000万円から1500万円これは池山先生の駅で出ております今年中に30万円から100万円ぐらいの間を値がつけますけどもね 3年持ってたら1コイン1000万円以上のとてつもない人気仮想通貨になっておりますのでね東京シェアキャンペーンの方ねえお待ちしております大仙人までご連絡くださいというわけで今週の第135回ハッピーラッキーミラクル大仙人のハッピーラッキーミラクルタイムこの辺でお時間になっております。 ま,したまた来週お会いいたしましょう。Thank you.